災者総合支援法が施行されて10年の節目になりました。まずこの10年間何が変わったのかなとこう思っていたんです。この催しも平成19年に第1回目を開きまして、あれから9年が経過したと読めます。今日もさまざまな分野でですね、頑張って捉える障害者の皆さんの姿に接しまして、本当に勇気づけられる思いでした。その中でまだまだ課題はありますが、例えば農業と福祉の農福連携においては、これはもう普通のレベルよりもさらに高いレベル、日本一のレベルでですね、農薬有機のですね栽培を行い、非常に付加価値の高い農産品を作っている。またお菓子についてもですね、やっぱり本当に質の高いものを作っているわけでございます。そういう意味ではこの10年間で障害者の皆さんがそれぞれの場で、十分に才能を生かせることができる、そういう状況を作り出すことができたのかなと思います。あとやはり大切なのはですね、やっぱりこれは物理的なバリアではなくて心のバリアなのかなと、思います。どうしても、健常者と障害者こう分けがちなんですが、もうその垣根をですね取り払っていく、また取り払うことができる、日本を作っていく、そのために一億総活躍社会をさらに進めていかなければいけない。日本中で障害者の皆さんの笑顔がもっと増えていくように頑張っていきたいと思っています。はい。どういうところが楽しいですか？お客さんが入るのが楽しいです。東京で行われるオリンピック・パラリンピック、そういった開会式とかそういう場所でやはり踊れるように、自分たちも努力を重ね、最終的にはやはり海外に出て、私たちの持てるパフォーマンスを世界中の人たちに見ていただければなと思っております。ああそう、すごい、やる、やったね。もう一回、もう一回総理の前で、なんか一言、なんか一言いこう、みんな、はい、いやいやいや、恥ずかしい、いけない、いけない、いけ、あたあたじま、どうもありの、ありなしにかかわらず、その子、その人、そして、あたあたちが、地域の中で、生き生きと、生き生きと、暮らすことができる、心の中の、社会を、どうぞとできます。心を無事にして、すごい、すごいよ。いやー、立派立派。